安倍総理大臣は間もなくポーランドとの首脳会談に臨み、経済やエネルギー協力について話し合います。中継です。はい、安倍総理ですけれども、まずポーランドと首脳会談を行い、その後ハンガリー、チェコ、スロバキアを加えた東欧の4カ国の首脳と一堂に会談します。日本と4カ国との会談は首脳レベルでは初めてのことになります。安倍総理は会談で、民主主義や市場経済、人権という共通点に基づいて経済や安全保障関係を強化していきましょうと訴えます。総理周辺によりますと、この4カ国はかつて旧ソビエト連邦の圧政を受けて、自由と民主主義に非常に敏感であるため、経済進出を加速する中国と差別化して日本の存在感拡大に期待があるということです。また安倍総理は原発の売り込みについては、原発事故の経験や教訓を共有することで各国の原子力の安全強化に貢献ができると呼びかけることにしています。